おはようございます森口でございます今日もよろしくお願いします今日は11月の23日水曜日お題がこちら 今年一番の重要な日、ここだということで話をしていきたいなというふうに思うんですが、一番重要だと結果的に思うようになった日がだいぶ近づいてまいりました。来月なんですけども、その日がいつなのか、なぜ重要なのか、一緒に考えていきましょう。また、冷やしの一問均衡表を使いまして、各指数の現状を確認していただければと思います。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず前の7数目標で更新していきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、早速昨日の振り返りから入れていきます。 日本株ですが高安まちまちの展開になりました日経平均トピックスが上昇マザーズが下落でトピックスがかなり強く、ま、トヨタなんかも、ね、しっかりと上がっていてどちらかというと円安の傾向を受けて、ね、トヨタとか多くの銘柄が上がっている一方で一部のグロース株ちょっと弱いかなといった印象を受けましたアメリカ株見ておきましょう5時14分時点ですので終わりに確認しておいてくださいただ、まあ、このままの流れで1%以上の上昇が続いているんじゃないかなというふうには思います、えー、3指数揃って上昇ということになりました業種別見ていくと 全業種で上がってますね。ニューヨークダウでもほとんどの銘柄が上がっているということになっていきます。ナスタック100もですね特に NVIDIA の4%、アドバンストマイクロデバイス3.2%、半導体関連結構強いなという印象でございます。こちら、欧州株価、これも上がっている指数が多いですね。それらを踏まえました、為替コミュニティですが、189円のプラスということで、2万8000円超えてもなお上がるかといった感じでございます。為替は141円の24銭、少し円高方向に触れました。原油は落ち着きましたね。 とということになってますビックス指数さらに低下しまして21.48だいぶ恐怖感は少なくなってきたと言えるのかなと思います長期金利が3.765そして小型株も上がりソックス指数は2%を超える上昇先物はしっかりと上がっているという形です今日は暗号資産も比較的堅調に動いておりますのでかなりリスクオンムードの強い1日だなというふうに感じておりますでは見ていきましょう2022年で一番重要だと思う日が近づいてきましたということで話をしていきたいと思いますが まずはアメリカ時間が始まった後の,の,の日経新聞を確認しておきたいと思います家電量販店のベストバイが決算発表し良かったよということで株価が上がっているまたこれによって24日の祝日後の感謝祭 年末商戦に向けての期待が高まり株高を誘っているという内容でございます一方で中国の新型コロナウイルス感染再拡大は投資家心理の重荷になっていて上値は重たいというネガティブな要素も書いてありますので、まあ、これらを整理した上で今日は株が上がったぞというところをぜひ押さえておいてください、えー、それらも押さえました一番重要だと思う日が近づいてきましたそれがいつかと言いますと12月の14日の水曜日になっております皆さんも予定は押さえていると思いますがこの日は FOMC が終了し政策金利が発表されるという日になっておりますとっても 重要だだと思いいいますのでささえておいてくださいでこの FOMC のポイント3つ挙げたいと思います。1つは政策金利、利上げが何になるかというところですね。今、おおむねの予想は0.5%予想が一番メインだと思うんですが、高波発言が続いているせいで0.75%になるかもしれないよねって、どっちなんだろうって、利上げ幅を縮めるのか、今のままいくのかというところが1つ目のポイントになっております。また2つ目、12月の FOMC ですから、ドットチャートが発表になります。ドットチャートというのは FOMC メンバーによる金利予想であり、まあ、これが将来的に何になりそう っていう中央値を出すということになっております9月の時点では4.625ということですがこれが引き上げられるということになればターミナルレート最終的な金利の最終着時点と言われますけどもこの予想も変わってくるものと思われますのでこれが何くらいになるのかどれくらい引き上がるのか引き上がるのか,引き,るのか引き下がるのか、まあ、この辺ねぜひ注目をしていただければなというふうに思います2つ目ドットチャットでしたそして3つ目はですね、えー、記者会見ですねパウエルさんの定例記者会見ということで、まあ、何の言葉を発してそのためにどういうふうに金利が動く株価が動くことになる のかっていうところですね随時レポートしていきたいというふうに思っておりますしまあそれが年末に向けて株がどういうふうに動いていくのか方向性を決める話にもなっていきますまたこの fomc の内容の決定っていうのはですね方向性の決定というのはやっぱり物価にかかると思うんですけどもその cpi と言われる最も重要な物価指標の発表が前日に控えている fomc の1日目と重なっているということですからまあこれは非常にドラマティック非常に重要な日になるんじゃないかなというふうには思っておりますでその cpi なんですけどもそろそろピークアウトするんじゃないっていうふうに うふうに言われたりはしてますよね7月9.1%から徐々に下がってきたということですからピークアウト説なんかがあるわけなんですけども本当にピークアウトするのなんていうふうに疑ってる方もいるんじゃないかなというふうに思います、まあ、あくまでも理屈上ですがピークアウトする可能性はそれなりに高いよっていう話だけはしておきたいと思います注目していただきたいのはこちらですこれは何かというと CPI 総合の前月比になっております前月比やっぱ7月ものすごい高かったんですがそこから比べますと前月と比べますと高かった時に比べますとやっぱり下がる下がる下がるという感じにはなってお おりますで、それがなぜ起こってるかっていうことなんですけども、例えばこういう要因があるかなというふうに思います。エネルギーや穀物価格は上昇が一服していたりとか、賃金上昇も多少は鈍化が見られたりとか、サプライチェーンの混乱が改善の兆しがあったりとか、株安によって富裕層の消費意欲が鈍化したりとか、ドル高で輸入物価が下がっていたりとか、あとは利上げで経済活動が鈍化していたりと。 これらはインフレを和らげる要因であり、どれも該当するんですよね。だからそろそろインフレがピークアウトしても、まあ何らおかしくはないということにはなっていきます。さらにもう一回前年同期比で見ていただきたいんですが、今度比較対象になるのはここなんですよね。今まではこの辺でした。あんまり変わっていないところからいきなりグッと上がり始めたところが前年同期ですからちょうど1年前との比較になる。つまりこれはぐーっとインフレが高まったタイミングになるので、発射台が高くなるんですね。に対してこれに比較して何ですかってなるので、まあ当然 ですね、そうすると、どうしても下がる傾向の方が強くなるんじゃないかなと。こういう要因とともに、前年同期比が上がっているので下がる可能性が高いということですね。これはまあ短期的には言えることなんじゃないかなというふうに思います。ただ、長期的に気をつけなければいけないのは、過去のインフレの歴史を見ると、波があるということで、1回で終わらない可能性も当然あるということなんですね。でそれを左右するのが当然、金融政策ということになっています。これは過去の 政策金利の推移ですねちょうどこのインフレがめちゃくちゃ高かった時代の政策金利同じように利上げを行ってインフレを抑制するぞとインフレのピークアウトが確認できたら利下げをするとバーンってなってまたインフレが加速しちゃったぜバーンって上がるということになるので、まあ、政策金利の舵取りっていうのがですね本当にこのインフレに大きな影響を与えているんだっていうことをぜひね意識していただきたいなというふうに思います、まあ、その上でやはりこの12月14日、えー、金利を何上げるのかドットチャートが何になるのかパウエルさんが何を考えてどんな方向性をっ で金融政策を進めていくのかというのがねとても重要であるということがよくわかるんじゃないかなと思います足元の長期金利の推移を見てみますと10月の21日がピークなんですねそこからはだいぶ下がってきておりますので、まあ、どちらかというと利上げをするぞという感覚利上げを早めていくぞ引き締めをしていくぞという感じで債券市場は折り込んでいないということになりますし一番利上げの影響を受けますナスダックに関しましても10月の半ばに発表された CPI 以降安値は切っていないということになりますままた冷静に言いますと1回2回3回2 3 とといいううボトムのの形形をつけつけあるのかななにはなっておりますまだなんかボトムつけたなっていう感じではないんですが、それがね、えー、確認できたらまたレポートしていきたいと思いますので、ひとまず安値は割っていないんだという、そこうちの期待は持てるというところはぜひぜひ押さえておいていただければなというふうに思います。ということで、2の動画のまとめです。2022年最も重要な日は12月 FOMC ではないかという話でございました。まあ、ドットチャートによってターミナルレートが変わるということも注目ですし、あとは政策金利が何になるかというところも重要ですし、やはりパウエル のの発言内容とといいううもね非常にに注目であるということになります CPI はすでにピークアウト説がありますけれども前年同期比が高水準だが前月比では低下気味にあるということとあとは前年同期比で見た時の発射台がこれから高くなっていきますからでそしてインフレがピークアウト、和らぐっていうねえそういう要素はいくらでもありますのでここから急上昇していくってことは正直考えにくいかなというふうには思いますただそれは短期視点であり長期視点で見たら再上昇の可能性というのは十分にあり得ると思いますそののの上で FRB 金融政策の舵取りっていうのが とても重要になりますから、今回の12月の FOMC の内容を見て、F O F R B が何をもってこの金融政策の方向性を決めているのかっていうのをね、しっかりと考えていく必要があるかなというふうに思っております。ではテクニカル分析、冷やしの一問、金行表プラス RSI を使いまして各指数見ていきましょう。はい、まずは日経金株価です。短期的に見ますとこの冷やしチャートがね、綺麗な上昇トレンドを描いているなという形です。で、これが上昇トレンドが継続していると確認を取るためにはこの辺の高値を超えてくる必要があるんですね。ただ日経先物も上がっていますから、えー 明けですねここがの上昇高値更新が見られるかしっかりと確認していきたいと思いますし下にはサポートが多いというところぜひご認識くださいトピックス見ていきましょうこれは明確にね先ほど言っていたここを超えたいよねという高値を超えてきてますから上昇トレンドが継続中であることが確認取れたということになりますとてもいいチャートですからこれが継続するかをまずは確認していきたいというふうに思っておりますまずは上ヒゲの長い要線で少し不安があります RSI に関しましても70を割ったところからこの下落が続いていますので、まあ、これがどこで止まるかというところを しっかりと確認していきたいところではあるんですが当然、加熱感があって下にはサポートがあってで実際には底堅いという風にも見て取れるかなという風に思いますのでこの動きに何らか大きな変化があった時にはしっかりと見ていきたいという風に思っておりますニューヨークダウンに関しましては今日はしっかりとした要線をつけましたこの辺の高値も超えてきましたから短期的な上昇トレンドが確認取れているという形になりますアメリカ株もいい形になってきたんではないでしょうかサントピー500に関しましてもこれ終値ベースではこの辺の高値を超えてきてますよねあとはザラバベースで超えてくるかそして改めて雲のねサポートを意識 した展開にちゃんとなったんじゃないかなというふうに思いますので、今日の時点ではポジティブというふうにとってもいいと思っています。ナスタックに関しましても今日はしっかりとした陽線をつけました。この辺の揉み合い水準をナスタックはねまだ超えたわけではないというところですから、やはりまだ一番上値が重たいのがナスタックというふうに言わざるを得ないんですが、えー、これからもしっかりと見ていきたいと思います。最後ラッセル2000見ていきましょう。ラッセルですが、雲がやっぱりちゃんとサポートしてくれてる感は出てるかなというふうに思いますかね。で、この加工チャンネルラインですかね、加工トレンドラインこの辺を改めて終値ベースでもしっかりと超えてくることができれば期待が持てるのか ととといいいいいうに思思まますすこれかからもしっかりと見ていきたいと思いますはい、ということで今日はですね、2022年最も重要な日はということで、12月 FOMC、もう誰もが分かりきっていることではあるんですが、改めてね、重要なポイントを整理させていただきました。で、今日3つポイントを挙げたんですけども、1つは政策金利、もう1つはドットチャート、そして最後のパウエルさんの発言、ここにね、しっかりと注目をしていき、そこに影響を与える CPI っていうのが前日に発表されますから、これもね、えー、しっかりと押さえておくべきかなというふうに思います。で、前年度期比がすごくぐっと上がるタイミングですから、それは前年度聞いて見たときにちょっと 下がる傾向にはなりやすいよねっていうところと、インフレが和らぐ要素はたくさんあるよねっていうところはね、ぜひ押さえておいていただきたいのと、あとはもう少し長期視点で見たときには、やっぱりな、ね、どっちにもありえるよねっていうところはね、えー、すごく大事ですので、FOMC の FRB の金融政策の勝ち取りというのはねとても重要なものになるということになっております一緒に考えていきましょうでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとこ男とも分析するマガジンですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしております初月は無料月額制になっております最新記事はフェローテックの情報修正に絡む売買の実践解説ということになっておりますのでもしよろしければ概要欄の URL をぜひチェックしてみてくださいまた同じプラットフォーム内でメンバーシップをやっておりますメンバーシップに関しましては記事配信を行っているだけではあるんですが月額の料金が若干異なりますのでどちら かを選択してみてくださいまた本に関しまして書店購入キャンペーンまだまだ継続しておりますので本屋さんで買ったんだけどもっていう方はですねぜひぜひこちらも概要欄の URL をチェックしていただければという風に思っておりますよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でもねか参考になりましたらグッドボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で若干超える日もあるかもしれませんがそんな感じでやってますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう